さて今回は船釣り、イカエサの泳がせ釣りを楽しむ。生きたイカを泳がせて釣る。これではね、とにかく有名なのがマグロ、これをね、釣ってます。でもちろんマグロ以外にもマダイやヒラマサ、カンパチ、モロコ、小さいねヒラメなんかもね釣れますけど、とにかくイカエサ、これは、イカを泳がしている限りいつどこでどんな大きい魚が来るか分かりません。おお、あったあったっす。どうする。磯釣りはもちろん、船からの豪快な釣りも得意とする高橋哲也が大好きな泳がせ釣りで人気ターゲットを連発。その釣りっぷりはいつもながら爽快だったということで、長崎県の平戸市にやってきた。ここは平戸城をはじめフランシスコ・ザビエルの布教活動拠点としても有名な北部九州屈指の観光地。海はといえば平戸島をかすめて走る潮の恩恵、魚種が豊富で魚影も濃く釣り場にはことかかない。特に平戸島南西部にある廃福港は餌釣り、ルアー釣りを問わず近年釣り客急増中。年間を通して泳がせ釣りができるとあって通い詰める大物さんも多い。期待しよう。今回僕は3つの竿を使ってみたいと思います。一つは73タイプの先調子の竿、もう一つは長いムーチングタイプ、柔らかい竿ですね。それと一応ですね、青物、大型ヒラマサやモロコを狙った場合に、ちょっとハードな73タイプに近いがっつりとしたタイプの竿を持ってきました。性質の違う3つの竿を持つことによって、たくさん釣るとか、まあでかいのを釣るという楽しみ以外にも、その道具で楽しむ、かけてみる、当たりを見る、そんなね、楽しみ方があると思います。はい、乗船。出船は大抵5時半前後。うわ、これはいいよ、これ。屋根と風波を避ける小屋付き。船長が釣っておいてくれた生き餌、ヤリイカ、スルメイカを使う。この時期は九州でいうアラ、クエを狙いに沖合に出ることが多いが、近場にもマダイやヒラメの好ポイントがある。雨が本降りなので、まずは近場で海峡判断。タックル3種準備したから問題はない。船にもよるが、船長が生き餌をつけてくれるのがご当地習慣。イカが弱らないようにつけるのが何よりも大事だから、自信のない人にとってはとても助かる。で、哲也さんはヤリイカでマダイ、ヒラメを狙う。さあ、海底63メートル、底質は砂ですね。これ B から背ずれの大体14号ぐらいのナイロンラインを2広ぐらい、そしてミツマタサルカンにハリスをね50センチぐらい取って、で2本針、イカの頭に1本で、口の周りに1本針をつけて、でステイトは1広ぐらい。これで海底にべったり仕掛けをつける。ポン、重りが海底をこすりながらずっと船と一緒に流される。で海底が砂なんで、あの値上がりの心配はないということで、もう釣っても構わない。少し潮が悪かったので、かなり速度どんな。つまりマメな速度りで積極的に攻めろということ。しかし哲也さんは悪いながらも微妙に変化する潮を逃さず、すぐにかける。おお、痛い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 。早かったね。これ船長何っぽい気ですか。ゴンゴンゴンってやってるけど。タイっぽいですか。ヒラメだったらね、こんな暴れないでしょ。で、つけたイカの大きさからいって、当たりが出てから合わせるまで、あの時間ですよ。はい、ここでストップですね。はい、見えたよ。はい、すいません。魚が餌を取るとき、
結構ね、活性の高い時とか当たりが大きい時は、まああまり細かいこと考えないで、ちゃんと竿で当たりが出るような穂先、そんな性質のものを使って、これ以上当たりが大きくなればそこは合わせとこうかなっていうタイミングを見計らいながら、まあ失敗する時もありますけど、合わせていくっていうのも一つこの泳がせ釣りの面白いところです。なるほど、確かに。そんなわけで釣り開始から30分も経っていないのに両計マライを出した。潮は下げ時、チャンスかもしれない。ただひたすらに基本性能を磨き続ける。貯める、粘る、極める。ISO 新基準極小シマノ。出だし好調、平戸背腹沖での泳がせ釣り。先に裏面の足の付け根、今船長は餌をつけてくれましたけども、形よく綺麗に見えない方じゃない反対側です。ぷっくらとした白い模様のそっち側の裏面に両方とも針つけてますからね。その表と裏を間違えないように。強い雨だが風が変わるまではしけないと見て、船長を気を入れて流してくれた。63m。 まだ釣り始めて1時間も経ってないんですけど、それまで見かけなかった海藻が今前から後ろに流れてきました。で、船の流され方っていうのは前から島に向かってゆっくりこう流されてるんですけど、でこれからその潮の流れがどう変わっていくかとか、その変わったことによって魚が釣れ出すのか釣れなくなるのか、なんか餌取りが多くなるのか、その辺もこう釣りをしながら探していきたいと思います。そこに何か小さな魚がつついてくる感触。餌取りか、なんかかわいいかな。泳ぐイカに餌取りたちがちょっかいを出しているとすれば、魚全体の活性は高い。徹夜さんらしいポジティブ思考で期待を募らせたところに来る。まだじゃないかな。今日は柔らかいムーシングタイプのバルディフィノ、これの40、60、80持ってきたんですよ。それとバルディに対して全く性質の違う先調子、7三調子というね、結構こう先がシャキッとして先だけが曲がる、そんなバイオセンスのこれ30号 2m40 持ってきました。だからある程度このバイオセンスで先調子の竿で、釣りが楽しめたら少し竿を変えて、するばっかりじゃなくてね、竿を変えて違った調子の竿を曲げてみるっていうのをね、これからやってみたいと思います。どちらかというとやっぱりこういう先調子の竿の方が一般の人には分かりやすいし、竿としては非常に使いやすいと思います。柔らかい竿っていうのはね、もうより面白いんですが、慣れてきてから使っていくといいと思います。よいしょ。方のタイが連発です。連発何より。さらに次、行くのか行くのか、抑えてんのか。
小さい魚だね。おお、あったあったあった。これ大きいか。ちょっと小さい魚かと思ったら、でも初めてちっこい魚がいたよね。おお、これでかいや。見てよ、でかいよ。ボコ、いや、ドン、よいしょ。だいぶみんなね、お腹がほっそりとしてますけど、いいタイばっかりです。まさに3枚目で5キロクラスに到達し、当面の満足を得たのか、移動の合間にタックルをチェンジした。次使う竿はバルディフィノ。さあ、これまで使ってた竿に比べると非常に柔らかいです。船を立て直す短い時間にタックルを変え、スタンバイ OK にするのは慌ただしくて大変だが、地合いを逃してしまわないように素早く済まそう。で、今は完全に重りがそこについてて、荷は竿にかかってませんから曲がってないけど、ちょっと糸を張ると重りは海底についてますが、こんだけおじぎしますよね。完全に重りをそこから切るとこのくらい曲がってます。だから、もし海底に仮に岩があった場合は、こういった竿は分かりにくいんで、ちゃんと探検丸の海底形状を見ながら、あ、ちょっと凹凸きだなと思ったら、引っかかることを予測しながら、こうそこを取り直したり、あえてそこを切ったり、30センチぐらい、そういう作業をすれば、こういった竿でも食わすことができるんで。で、これはかかったら面白いですから。73の竿はかかるまでは分かりやすいんですけども、かかってからは、まあ、やり込んだ人っていうのは柔らかい竿が面白いという。おめでてててててて、あー、おー、これ低いよ、これ。これもダメだ。おお、低い低い。ほら見て、かかってからは面白い。おっとかかってからは面白いでしょ。こっから曲がってますからね。高速巻きしてそうで、このスプールの回転見てもらえば分かりますけど、ちゃんと調整してありますからね。早く巻いてないです。で、かかった瞬間バーって巻かないで、かかった瞬間手巻きでやって、ただ間に合わない時バーンってかけて、あ、手巻き間に合わないなと思ったら、一回バーッとテクニカルレバーでだいたい3メーターぐらい巻き上げて、それからスピード落としてもいいですよ。それは電動で巻き上げるってことじゃないですからね。とりあえず一旦張って、たるみを取って、そこから魚を離すという作業なんで、よ、はい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 、竿交換のタイミング間違えると、地合いが過ぎてから、じゃあ次の竿って時に地合い過ぎてますからね、かかんないことがあるんで、まあ、そんなんでハマっちゃうことあります。まあ、それも釣りです。そう、釣りは時に時間との勝負。哲也さんの地合いの判断は冴えて絶好調だ。直感的に楽しむ釣りへ。海の状況がね、直感的に分かる。ワクワクするよね、画面が真っ赤になると。もうここしかないってポイントで集中できるから、夢に出会える確率がぐっと上がるっていうか、そんな気がするんだよね。夢との出会いを形に、探検丸 CV シマノ。今日一日の釣りをね、まあ、いろいろ予想するわけよ。海の状況はすぐ変わるから、だからタックルもすぐ変える。簡単だからさ、地合いを逃さないんだよね。おお、来た来た来た。フランクスだけを交換だから簡単お得、高性能ロッドを気軽に楽しむ、それがバッドジョイントシステムシマノ。
このキャストフィールに言葉は追いつかない。ステラ、あなたの釣りの中にあなただけの思い出とあなただけの思いがあります。あなたの釣りに、シマノ。平戸ハイスクオーキ、砂地のポイントからすぐ近くの砂地に岩礁が入り混じるポイントを攻めてみる。水深70メートル、まだ底質はね、あの柔らかい砂場、これがあのこのちょうど海底ラインからちょっと赤い帯がありますけど、この帯が広がると岩礁地帯なんで、この帯木っていうんですけど、ね、帯木を見とけば分かります。今はまだ砂場で真っ平ら、結構険しい根っこの上に来ましたよ。その上には魚がいっぱい、なんか小魚かな、これ言うけどね、まだ言うけど、よし、おっとらしいな、これなんだ、違うわ、ハタだ。ちょっとした移動なのに魚種が一変した。これが平戸ハイフクオキ。これ船長どのくらいになるの、大きさは。マハタで私も30何キロと釣ったことあるんですけど、あ、だマハタはあれだ、カンナギだからでっかいですよね。でっかくなるのはもう100キロ超えんじゃないですか。降りしきる雨の中、思い切って沖に出た。まだしけてはいない。さあ結構沖のポイントまで来ました。そんなにね、まだあの波も風も強くないんで、船長は結構、マダイを釣ったポイントからちょっと走って沖のポイントに来たんでね、ここはもしかしたら、もしかしたらヒラマサがいるかもしれないよということで、タックルチェンジです。バンディットの青物 M の200、真っ赤だなこれ、アジ。アジのてっぺんまで上げちゃおうか。哲也さんは魚探に出たアジの群れのすぐ上の棚を狙い撃ち、水深ほぼ40メーターの中層にイカを泳がせているから来れば青物だと。そこに、断然強いですよね、やっぱこれまで使った3本の竿の中で。これまあこう竿を持ってもいいし、でここに腹当てがありますから、これであればお腹痛くないしね、まあ、あんまり大きい魚だったらこのキーパーにかけたままでもいいですからね。でキーパーにかけた時にはやっぱり電動じゃなくて手巻きでこうやってやった方がいいですよ、はい、見えたよ、見えたよ、白いよ、出てくるよ。お、ヒラマサか。狙い通りの青物、ブリでしたね。いいタイミングで竿を変えたんでよかったです。どこでもイカつけてますから、ここでヒラメだマダイだって釣ってる最中にヒラマサが回ってきてパーンって切られたりね、あの目ずれしちゃったりすることがあるので、とにかく一回つけてる時は油断をしないこと。はい、一緒に逃げします。よし、いやすごい海だ。同感、魚いるし。
午後になって雨は止んだが、しけないうちに近場に戻った。前半戦はね、ものすごいペースで当たりがあったんですけど、潮の流れが変わってからちょっとね、当たりがなくなりました。食わない間、ただね、指をくわえて見てるわけにはいけません。そこで、例えば仕掛けを流していくのに、朝一は結構流れも遅かったんで穂先揺さぶんなかったんですけど、今はね、これ見せてください。まるで当たりのような海底に重りをつけました。ゴン、ほら、ゴンゴンゴン、なんか当たってるような感じで穂先は揺さぶります。でここを例えば少し微妙に切ろうかなと。もう30センチでもいいから重りを離すことによって、ゴツゴツした当たりに間違ってしまうような信号をなくして、で海底をトレースしていく。それがいずれ起伏の激しい岩盤地帯で釣りをした時に必ず役に立つんでね。海面見るだけでも違いますよ。朝は意外と風はね、ありましたけど意外と平らだった。で今はもう白波が立つぐらいに船もこう大きく動揺します。これは風と潮の方向がね、逆になってぶつかり合ってることによってこういう波を起こすわけですからね。これが穏やかになり始めるってことは、その潮の流れが遅くなる、そしてやがて止まる、で方向を変える。方向を変えることによって朝一前半バリバリずれてた潮の流れと同じ状態になるんで、そんなことをなんとなくこう海の変化を知るということ、釣ったと同じぐらいに値打ちのある、なんとなくこう自分で、ああこれ今日いい発見したなっていうことにつながりますからね。そう、その通りだ。ところで今使っている仕掛けはご当地流のやや細め。さあ、あ、バレた。食いちぎってるよな。変えちゃったんだよね、さっきね。あ、下げたの、また。え、戻した。じゃあさっきヒラメのポイントに来たから。ヒラマサだったんですか。多分。負けなかったな、これ。確かに。でもドラゴン見てみよう、これこんだけ締めたんだ、これ。あ、ヒラメのつもりで言ったけど、ヒラマサだったかもしれないとなれば、当然大物用ハードタックルにチェンジ。すごい餌がドッスン。ダメだね。ハリスもっとあげようか。え？今？あらじゃない。あら？全然負けない今の。もっとコースあげようかよこれ。ハリス。すげえドスーンってきたのね今ね。ああもう全然ですわ。元は14ですけど。ここは何かしら多分切れると思う。クエの当たりはそうたびたびはないので、船長も悔しさあらわ。通常このポイントでは使わない太い仕掛けを作ってくれた。しかしクエは一度バレたらその日のうちにまた当たるのは稀だ。それを承知の上で攻め続けたが、やはり特例は作れなかった。そして翌朝、再びクエに挑戦と行きたかったが、あいにくのしけ。この日は午前中だけの釣りでもあるし、クエは諦めて安全な近場ポイントへ。今砂場でべったりつけた場合に、これ穂先見るとですね、コンコンとこういう動きになります。これは重りが海底についてるんですけど、これがね、潮が速くなってくるとコンじゃなくてコン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 とこう、なんか魚がつついたような当たりのような動きに見えます。その潮の流れの速さを穂先に出るこういうコンとかココンとかっていうので、ああ潮が速いんだなとか緩やかなんだなっていうのが見えてきますから、
まあ、あの当たりを取るばっかが穂先を飲み方じゃありません。前日にマダイが連発したこのポイント、時間帯的にもサゲの潮がゆっくり流れていて魚の気配は濃厚だった。そしてすぐに当たる。もう食わしたよ。よし、これはおとなしい。ということは、ああ引き出した。なんでしょうか。タイだ。綺麗だね。よー、ほら、ゆっくり巻いてきたらお腹が膨らんでないね。じゃあまあね、この方は昨日いっぱい釣ってるんでリリースしましょうか。よっ、おお、一目散に。社長、このハイフク沖で、はい、イカゴ泳がせ、これからどんな魚が釣れてくるんですか。ほとんどもう粗狙いですね。と今日のようなタイ釣るか、ヒラマサなんかも釣れてくるんですか。はい、8月の終わりぐらいから落とし込みとかですね。落とし込みとか、ね、はい。型はだいたいこっちは冬とかは27、8キロ。そうです。そういうやつがいるんで、ぜひ皆さんね、4キロぐらいのヒラマサと思っていたらえらいことになりますから、27、8キロ出ますよ。泳がせ釣りは当たってくる魚種が多彩でサイズも大きい。とことん楽しむならタックルバリエーションを考えておくことだ。豪快さの幅が広がる。さらに基本性能を磨き続ける。貯める、粘る、極める。ISO新基準極小シマノ。The Premium Collection セフィア。今回紹介するドットはバンディットの青物。これはですね、チェルマーレの素材を受け継いだ UD グラスと24トンカーボンのコンポジットからなる青物専用ドットです。で、UD グラス非常にこの柔らかい特性を持っています。その UD グラスの特性を生かしてしなやかな穂先、ここですね、ものすごいしなやかな穂先。そしてバットに近づくごとに24トンカーボンが補強してさらにパワフルなバットに仕上がっています。全長はブランクスで2メーター、バットジョイントのバット部分をつけると40センチ、2メートル40センチの長さです。で、タイプがですね、 M の200と H の200、2タイプあります。で、M の方は、オキアミとかイワシ、コマセを使ったコマセ釣り、あとカモシ釣りなんかでも使えます。そして、ライトな泳がせ釣り、これも使えますね。で、H の方なんですけども、かなり強いです。 H になってくると
バット部分はチェルマーレの MH に近いほど のパワーを持っています。ですから、餌、イカとか魚の切り身を使って、ヒラマサとかキハダ、キメジ、こういった大物まで狙います。ただし対照的なのはチェルマーレと比べると非常に長くなっています。長いといっても2m40、 この2m40 の竿に大型魚がかかった場合にスタンディングのチェルマーレに対してバンディット青物はロッドキーパーに竿をつけたままやり取りするというふうな方がいいと思います。かなりね竿がしっかりしてますから魚がかかって、まあ、かえって竿を持って煽ってやるよりもしっかりキーパーにかけてがっつり巻くという釣りに最適です。リールはジガーを使ってもいいです。でも今回ビーストマスターの4000ができましたからこのバンディット青物にビーストマスターの4000をつけるとさらにねライトな泳がせ釣り大物釣り手軽に釣れますんでぜひ試してください。